ルドルフ、ルディオ・オマール・ロペス・ロメロは、メキシコのプロボクサー。キンタナ・ロウ・シューカン君出身。元 WBC 世界フェザー級王者。1983年に、メキシコで生まれ、2000年10月19日に17歳で、プロデビューする。メキシコ国内で、多くの試合をこなし、2004年10月29日に、WBC ユースフェザー級王座に挑戦するが、10回判定で、 初の黒星を喫して王座を逃した。しかし、2005年2月18日に同王座に再挑戦し、4回戸で勝利して王座獲得に成功した。同王座は2度防衛。2006年7月30日、初の世界タイトル戦として、WBC 世界フェザー級王者、腰本隆史に挑戦し、7回 TKO 勝ちで世界王座を獲得した。 2006年12月17日、初防衛戦で、元 WBC 同級王者の池一七に十二、R 判定負けを喫し、王座から陥落した。2007年3月31日、本国、メキシコで、松田直樹と対戦し、5回 TKO 負けを喫した。2007年7月28日、メキシコクン死にて、アントニオ・エスピナレスと対戦し、 3回1分25秒後、勝利。2007年12月15日、メキシコで行われた、WBC 世界フェザー級王座挑戦者、決定戦で、松田直樹と再戦。5回にパンチを受け左目上をカットし、8回に傷口がひどくなったため、8回終了時、TKO 負けとなったもののバッティングによる、カットだったとして無効試合と裁定が変更された。また、 試合後にロペスが松田に過激したとして謝罪を行った。ありがとうございます。